はい、それではキノピオ隊長の続きやっていきましょう。進め、キノピオ隊長。今回は14荒野のニョキニョキ小屋からですね。レンジャー、レンジャー、さあやるぞ。ウェスターンの雰囲気ですね。さてと、これもなんか印象的なステージではありますよね。なんか兵法いっぱいいるし、ちょっとこの木組みというか、これまでにあまり見なかったようなタイプだから、焦るな焦るな。ダッシュしながら登ってって。お、そこで待ってていいのかい？ダメだった。来てくれないな。よっこいしょ。地味にこの引っ張って、いろいろ出てくる系のギミック好きだわ。これ。おー、いったね。これ当てるの難しいなと思ったけど、ライト見ながらこの辺かなって、やると結構当たるな。取り逃しはないかな。よし、行こう。ここを入ると。わー、痛い。あの尻餅絶対痛いでしょ。これは下からがいいかな。お、いた。君は？あれ？青色くんなのに。あは、パチパチしてる。青色くんなのにダイヤ出してないじゃない。そういうパターンもあるんだね。パチ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 。このパチパチは何なんだろうな。よくぞここまでたどり着いた的な感じなのかな。おう、出た出た。そして、これでもう一回入り直すと、ああ、なるほどね。だから下にはもう行けなくなっちゃうけど、先へ進めるようになるよってわけだね。これね、こっから行けなかったっけ？さすがにこんな、際どいやり方はないんだったっけ？あ、行けた。え？これ正解だったっけ？なんか、よくわからない正解を引いてしまった気がする。前やってた時も多分この正解は引かなかったと思うけど。こんなパターンもあるわけね。引っ張っちゃおう。お、ヘイホー。いやー、ヘイホーくんだ。いやー。ドーン。キノピオくん、キノピオ隊長は、だいぶ重たいからね。ヒップドロップの火力も、バカじゃないよ。あれ？これどうやって行くんだったっけ？とりあえず引っ張ってから？あ、違う、これだ。危ねえ。行くぞー。ドーン。これで、あれ？下に道ができ、ん？あ、そうか、これで降りられるのか。ん？しかしこっちからじゃなんか変な気が。一旦これ引っ張った方がいいかな。ででん。なんか下にある？これ何だったかな？ん？あ、進めた、これか。危ねえ。びっくり、両点ですわ。あれ、これ一旦戻る必要なくない？こんなステージやったっけ？わあ。これ背負っているリュックのおかげで落ちても痛くないのか、それとも重たいせいで余計に痛いのか、どっちなんだろうね。やったぜ。お、やったー、ぴったり50コインだ。これなんか、ミッションにありそうじゃない？ん？あ、そうか、こっちから登らないといけないか。だからこっちでよかったんだな。なんでか知らないけど、これ手前側のこっち側から登らなきゃいけないのになんで奥側に行けるんだろうな、みたいな気持ちでずっといたわ。割とこうやって順路通りにパッパッパッと打っていくだけでも、なんか知らない間にクリアできたりするから、やはり難易度的にはそこまでなのかな。あ、イチャップっぽい、イチャップキノコだったか。やったね。よし。それでは、ドットキノピオくんも行くよ。ここのドットキノピオは、多分覚えてない。覚えてないけど多分すぐ見つかるんじゃないかな。俺のこの天才的な火力を持ってすればな。いたわ。ここにいたか。なんというか、スタート地点から動かなくても見つかるんだったらそれに越したことはないから、とりあえず先に見回した方がいいね。失踪ラッカロードだ。いいね。キノピオ隊長は比較的穏やかなゲームだけど、
これはなんかアクション要素強くて、いいですよね。逆に、キノピオ隊長のここまでの、ゆるふわな雰囲気が好きという人からすれば、ちょっとここで、アクションっぽい要素が増えるのは、厳しいかなという感じもあるかもしれないけど。爆走ー！あ、コインが！せっかくだから全部拾いたい。いやでもこれ、こっから戻ったら、取れなくない？ダメだ、取れない。くぅ、もったいない。コインコンプリートしたかったのにな。あ、これ旗点って、全部倒さずにやったかな。ちょっとミッションを失敗したかもしれない。もったいないことをしたかもしれない。取れるかーい、取れたー。まあいいや、とりあえず1回目はね、ミッションあまり気にしないで、普通にクリアを目指そう。ほらえー。この色とりどりの虫みたいなやつが、旗点々というらしいけど。この鳴き声も独特ですよね。行くぞー。間を通り抜けていく。よこいしょ。さて、一見すると道が繋がっていないから取れないのだが。ご安心召されよ。私にはこの、あおわばばばば。株というものがあり、もう仕切る。よいしょ。やったで。危ねえ。さてと、ここは地味にめんどくさいところ。ですが、周期の真ん中は必ず、開くということを利用すれば、いけるはずー。フリーン！やったぜ。ゴール。あのダッシュモードになると、ちょっと移動がね、癖が増えるんですけど。慣れればそうでもないという感じだね。やっぱり倒さなかったか。条件を覚えていたりいなかったりするな。実装落下ロード。何気にこの、踏んで落ちる足場は、あれですよね、ちくわブロックっていう、マリオシリーズにこれまで出てきた系のやつなんですよね。なんか個人的な馴染みはあんまりないけど、スーパーマリオワールド、スーパーファミコンのゲームですね。あれに出てきたっていうのもあるし、あとは、任天堂、大乱闘スマッシュブラザーズの、あれ、レインボークルーズでいただけ。あのステージにも出てきますよね。名称がちくわブロックでいいのかはちょっと自信ないけど。取れたー。せっかくだからノーダメージも行こうぜ。いけー、ノーダメージ。危ね、いけるんや。意外と当たり範囲ってゆるゆるやな。オッケー。なるべくダッシュを利用していこう。これも慣れればね、一発でパパッとクリアできそうでいいよね。パタテンテン。やはり平和が一番だね。こんな愛くるしい顔をしている奴を倒すなんて、許しがたいよ。あんまり敵を倒さなくても済むゲームだからね、このゲーム。ゆるーくやっていきましょう。さて、キノピオくんは、どこだったかな。だいたい動画で見たって言ってるとあれなんですよ。その動画のプレイヤーの実況者なり、そのプレイヤーなりが苦労していたあたりが記録に残るから、この辺だったかなっていうのは覚えてるんだよな。そう、このあたりだったなっていう記録。俺は昔からこのおぼろりな記録でいろんなものを乗り切ってきたからな。はっきりとは覚えてないけど、この辺だったかなでいろいろなものを覚えて、ね、学校のテストとか乗り切ってきたから。こういうのは得意よ。そして16、不思議なドアのお化け屋敷。一回クリアしてるっていうのもでかいと思ってたんだけど、正直、その他の人の動画を見るまではあんま覚えてなかったから、最近見たその他の人の動画の記録の方が、俺にこの、おぼろぎ記録を使っ、なんというか、授けてくれている気はする。さよなら。落ちるー、びっくりー。これはあれだね。さ、カモン。あれ？クリボーくーん。タイミングが遅いな。これはね、こうやってブロックをスライドさせることによって、移動ができるってやつですね。移動ブロックと、この扉を組み合わせるっていう発想なかなかいいですよね。わー。ちょっとホラーチック。
ここは確かタッチ3回でゴールが条件とかだったかな。あれ、こっちじゃねえ。ですが。まあ、とりあえずはダイヤ回収の方が大事なんで、これから行こう。こうだ。ただいまーん。お、いた。テレサー。割とテレサにはなすすべなくやられるマリオファミリーも多いんですが、このキノピオ隊長は頭のライトのおかげで、圧倒的有利を誇っているというのがすごいですね。やったぜ。ダイヤをゲットするとついでに相手も殲滅してしまうという。敵をあんまり倒さなくてもいいゲームと言ったのは何だったんだ。ここでしょ？これは？キノコ。こうだな。ドン。キノピオ隊長も結構体丈夫だよな。落ちても平気なんだもんな。ん？お！あれこんなんあったっけ？ゴールドキノコだ。これは覚えてなかったわ。あれでもゴールドキノコ獲得が条件とかだったっけ？さあ、ここは、いかにもな空間ですね。ルイージマンションで言えば、あれ。キングテレサが出てきそうな雰囲気。まさしくテレサが出てくるけど。ほらー。このサイズでもやっぱり、ライトは怖いんだな。月明かりより眩しいってことなんかな。やったぜ。不思議なドアのお化け屋敷。タッチ4回か。3回じゃなかったね。お。コインだ。ここでちょっとお知らせです。なんかあったっけ？ああ、タッチでめくることもできます。今はテレビモードなんで、特にはないですけど。これ意外とタッチの機器が、なんというか感覚的にできるというか、感覚に即した判定だったような記録はある。Wii U でやってた時ね。はーい。どっちがいいかな。チェリーの方がいいかな。なんかこの鳴りまくるやつの方が好きかな、個人的には。おらららららららおらららららら。おらららららら。なりろなりろなりろ。おらおらら。あれ？なんか今回は良くなくないか？もっと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 なりるんだ。あーでも300いかなか。あーでも惜しいな。282。マイベストコインじゃないの。やったね。まあ言うても2桁10の位以下は、切り捨てというか、あんまり効果ないですけど。では、タッチ4回ゴールをやりましょう。なんて言ってんだろうな、これ。これで、1回。で、これを閉じるのに2回でしょ？これ5タッチはいいんだったっけな。これは、こうだから。あれ？ 3 回？ 4 回。スキュー。これでいいんだったっけか。そうか。下のやつはタッチしなくてもいいもんな。これは、フリボーを避けて、ここを入ればそのままいけるからね。なるほど。よいしょー。はい、オッケー。ちょっと空タッチしてしまったのがどういう判定かはわからないけど。わあ。これ直に行けないんだったか。まあ、いっか。かなりのご利用しだったけど。あ、オッケー。では、ドットキノピ行こう。ドットキノピオくんも大変だな。いろんなところに来るもんな。僕、ホラーは NG なんです、みたいな感じになっても、ドットキノピオくんを派遣する側からしたら、いや、そんなことは関係ないから、早く行ってきてください、っていう風になるわけですよね。大変だな。この辺じゃないかな。あれ、いない。ん？あ、これか。これは正直覚えてなかったわ。やったぜ。運がいいな、今回。まだいけるね。吹雪のスターエクスプレス。ほんわかいくよー。ライフをフェイシャー。お。この画面からだ。マリオシリーズの列車系だと、
あれだな。ペーパーマリオ RPG の、リッチリッチエクスプレスだったっけ？あれを思い出すので、なんかいいなっていう感じがする。ちょっと高級な列車の旅とか憧れるよね。全く行ったことはない。ヘイホー。また見つかるな系だったりするかな。シュビシュビシュビー。お、なんかお見合いしてるし。とりあえずダイヤは全部拾えているかな。よいしょ、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 よいしょ。ミッションの達成も後でやるから、どっちみち、一個ぐらい取り逃しても別に平気っちゃ平気だけどね。しかしこの、エクスプレスどこ走ってんだろうな。相当険しいとこ走ってんな。キノピオ以外に乗客がいないという恐ろしさもあるけど。おお、やったー。1アップが出たぞ。鳴らし放題っていうのはすごいな。てかこれ車掌さんとか誰も乗ってないけど、もしかして暴走列車なんじゃないのか。意外と危険な場所だったりするのかもしれない。へい、こっち見ないで。バレなかったわ。あれでも向こうから入らないといけないな。よいしょー。俺は、ヘイホーを倒します。ドーン。あれ？これどうやって入るんだったっけ？ああ、こっからか。完全に上から入れないなってことばっかり考えてたわ。あ、あれ？こんなあったっけ？キノピオ隊長。探索中に寝る。かわいい。すごいな。こんな一瞬で寝られるたちだったんだな、隊長。あとダイヤがあったはずなんだけど。これだったっけ？あ、開いた。開くんか。あ、ダイヤじゃなかった。なるほどね。とりあえずこっち行くよ。冷静に考えたらこれ、キノピオ隊長、この列車の上の方に乗っかって、で、今ようやく、車内を探索中ってことは、無賃乗車じゃないのか。なんという、隊長ともあろうお方が、そんな、悪逆なことに手を染めるとは。ウィーン。これは？あれ？あ、このブロックは壊せるのか。なんか近くに壊せるもんねえなと思ったら。オッケー。こういうのは覚えておかないとね。結構ゲームの仕様として、まちまちだったりするところをね、忘れたりするから。あったー。これはテンテンか。パタじゃないもんな。あ、さよならパタテンテン。あー。さらばパタテンテン。行きました。77枚か。テンテンの犠牲があったけど、私は元気です。これ冷静に考えたら柵乗り越えて、パッて降りれば、わー！もっと早く行けたんだな。それは言ってはいけないお約束。わあ。あいつは光り物が好きっていうことでいいのかな。胸に一個つけてんのにな。欲張りだな。お、1アップキノコゲット。やったぜ。これで、キノピコ救出作戦。となって大会長ウィンゴのねじろに行けるようになるわけですが。よし。まあ、とりあえずドットキノピオだけやっておこうか。これで、ページも最後。次回が最終回か？という緩い展開の中、まずは先にこっちをやっておこう。いくよー。ドットキノピオくんはどこだったかな？ここは、全然覚えてないな。覚えてないけど多分適当に探して見つかるでしょ。あれ？まだいない？ドットキノピオくーん。この辺にもいないね。なんというかカメラの取り回しが聞きづらいようなところにはいないイメージなんだけど。
メタ的に読むとね。ん？あの木箱のらへんが怪しいんじゃなかったかなと思ったんだけど、ないよな。あ、この辺だったような気がする。この辺りのどっかにいたような気が。なんか俺が最初にクリアした頃の記憶が、おぼろぎな記憶が。あぶえぶえぶえぶ。なんか最初のプレイの時もこの辺で困っていた。ん？あれ？ちょっと待って。よく見たらこれ、ドトキノピオを探せじゃなくね。ベルルルン。あの、帯なかったよね。やっぱりだ。俺、いねえのに、どこだどこだって探してたんか。もう、気づくのが遅いんだよ。ドットキノピオよりもっと大事なことが画面に書いてなかっただろ。大切なものはよく見失ってしまうっていうことの典型だな。ちゃんと見ないとダメだね、画面は。ドットキノピオの声が聞こえないな、聞こえないな、じゃないんだよな。聞こえるわけねえんだよな。でも、俺の記憶は蘇ってきた。確かこの戦闘車両あたりだったはず。この辺になんか、しれっといて、あ、いたいた、こうなんだよ。お前こんなところにいたのか探したぞっていうのをね、昔もやったような記憶があるんです。ふう、なかなか強敵だったな。俺の操作ガバなんだけど。まあいいや。で、次、大会長ウィンゴのねじろで、これも入れて一回で終わらせたいなという気持ちもあったんですが、これね、ちょっと長くなると思うので、どうだろうな。キノピオ、ドットキノピオを見つけるも含めると5分くらいかかるかな。と思うので、ちょっと長くなってしまいますし、今回はここまでにしておきましょう。次回、キノピコ救出作戦に続く。ということで、次回もまたよろしくお願いいたします。はい、では今回はここまで。ありがとうございました。